ちゃん家族と秋田県はとても深い関係があるのを皆さんご存知でしょうか。知ってる人いますか。はい、いっぱいいてありがとうございます。しんちゃん一家は埼玉県春日部市で暮らしておりますが、実はしんちゃんのお父さん、ひろしさんは秋田県の大仙市出身です。ひろしさんの子煩悩でお人よしな性格はまさに秋田県民の気質であると言えると思います。今日は秋田に里帰り中、ここ小鹿市に立ち寄っていただきました。ありがとうございます。また、この30周年をきっかけにしんちゃんたちが住んでいる埼玉県、ひろしさんの出身秋田県と、あとみさえさんの出身地が熊本県ということで、この3県としんちゃんたちで家族都市協定というのを締結いたしました。家族都市協定は観光振興ですとか地域活性化、相互交流を目的として行っています。今後またこの取り組み、皆様にもいろいろと宣伝していきたいと思いますので、ぜひ、期待をしてご覧いただければというふうに思います。さて、今日の夜21時10分頃には、なんとしんちゃんの花火も予定しております。少し遅い時間ではありますけれども、ぜひ、ご覧になっていっていただければと思いますので、今日の夜21時10分頃から花火も予定しておりますので、よろしくお願いいたします。それではステージでのイベントはこれまでにして、この後